こうなればやり直しです。時間を遡り新しい歴史の流れを作り直すとしましょう。やろう、肉体を捨てて逃げる気だ。別の時代に転生するぜ。何のつもりです。この私を吸収して正気でいられるとでも。逃がしはしない。この私の中に封印して無限の円環に閉じ込めてやる。おい、そいつは邪悪の象徴だ。あんたまで悪に染まっちまうぞ。構わん、悪ならば正すことができる。それが人間だ。バルドル！セネッサ、聞いてくれ。私の名前を。もしも私が道を踏み外すことがあったら、お前の手でこの私を。バルドル！セネッサ、一度でいい。私を父さんと。お父さん、ありがとう、セレッサ。私の愛する娘よ。お父さん！世界はまだなくなってないようだな、坊や。俺は信じてるぜ。人間たちが世界を作っていくことを。あんたはどうなるの？一休みするぜ。俺はもう必要ないしな。また会えるかしら。どうだか、またどこかに転生して運が良ければ会えるぜ。坊や、あんた。坊やじゃねえ、俺にはエーシル。いや、俺はロキだ。ガキ扱いするんじゃねえ。そう呼んであげるわ。あんたがまた一人前になって現れた時にね。お預けかよ。そうしておくか。約束があった方が再会を楽しみに待てるからな。あばよ、ベヨネット。またね、坊や。私のことセレッサって呼んでもいいのよ。セレッサって柄かよ。と買い込むな。こんな時じゃないと買い物なんか楽しめないでしょ。そう、ちょうどこの通りで一番のお気に入りのドレスを台無しにされちゃったんだもん。やつらはいつも時と場所を選ばんからな。時と場所。
セレッサ、どうした？いいえ、何でもないわ。気のせいよ。新年早々、俺だってな、暇じゃねえんだぞ。俺の店が潰れたらお前もネタ集めに困ることになるぜ。あれ、次は右だ。まったく、他に頼むやつがいるだろう。いつものあいつはどうしたんだよ。ほんと、仲がいいこと。さあ、次は靴を買いたいの。行きましょう、エンゾ。いけない、エンゾのこと忘れてたわ。どうりで姿を見ないと思ったら。どこに置いてきたんだ。確か飛行機で道案内させて、その後。冗談でしょ。どうなってやがるんだ。おい、最悪。2番目にお気に入りのドレスまで。日頃の行いだな、セレッサ。たまにはエンゾにおごってやったらどうだ。無駄口は後にしろ。さっさと片付けるぞ。やっぱり私たちにはこれがお似合いね。新年早々パーティーなんて最高だわ。レッツダンス、ボーイズ。